はい、どうも吉谷です。今回はですねドリアカ新講師として、チョコさんの方からカッコ仮だよカッコ仮だよ。あのチョコさんという方からですね、あの4ヶ月前にですね、あの講義をご提供いただけるというお話を伺ってたんですけど、一個に上がってこないので、これはどういうことなのかということで、まあちょっといろいろとねこちらお話を聞きたいなということで、まあいろいろとチョコさんもね仕事が忙しいとは思いますけれども、チョコさんこれ講義の方提供していただかないと、何の話ですかねちょっとやめましょうよ。何でしょう、記憶にないな。じゃあ本当にあの熟成あれ、あなんか吉谷さんにとりあえず提供する体で動画撮ってくださいって言われたやつの話これなんかそうすると人が増えるんでちょっと提供する立ち位置お願いしますよみたいな、なので撮ったやつの話ですよね。いやチョコさん、あの真面目にこれ真面目にちょっとお話しいただけると。だってもう今更ないですよ。いやこれねもう続けて撮ってるから言いますけど、だから100万稼いでる人がいるわけじゃないですか、ブログ。まあまあまあ今日は会ってきますでしょ、はい、いやだから要はチョコさんの見解があればいいんですよ。要はチョコさん、俺の見解はだからそれ、ね、だからそれだチョコさんはね、うん、ブログがきっかけで今に至ってるわけじゃないですか、うん、じゃあブログやってなかったら今がないわけじゃないですか、うん、ないですよね。ないよ。このチョコさんのこの秋葉の事務所もないわけじゃないですか。ないですよ。じゃあブログじゃないですか。じゃあどういう考えでチョコさんがブログ当時やってたのかっていう、そういうの。アメブロが流行ってたから。いやちょっとこれちょっと真面目に、真面目な話ですよいやまあ確かにアメブロは流行ってました、うん、だけどじゃあ、うん、アメブロが流行ってた、うん、じゃあみんなやりました、うん、じゃあみんなやったからみんなチョコさんみたいになったのかっていうわけじゃないじゃないですか、うん、ですよね。じゃあそこにはチョコさんのなりの考え方があるわけじゃないですか、うん、だからそもそもですよ、はい、今と5年前は違うわけじゃないですか。いやでもそのじゃあその違かったとしても、うん、当時じゃあめちゃめちゃライバルがいたな中で、うん、そうなったわけじゃないですか。いたんですかね。いやめちゃめちゃいたじゃないですかアメブロめちゃめちゃペタツール全盛期じゃないですか使ってただけどみんなそれやってたじゃないですか、うん、じゃあそれでも初心者の人もじゃあ、うん、例えばねペタツール買っても絶対稼げてない人もいってるわけじゃないですか、うん、全然余裕で、うん、だけどチョコさんは収益化して今に至ってるわけじゃないですか、うん、だってブログで稼いでないもん。だからそれが欲しいんですよ。それが要はそこが一番の重要な部分じゃないですか。他の人と違う。じゃあこれ、ね、もう分かった、はい、ちゃんと説明しましょう。ちゃんとお願いします。正直、はい、どうしようかなみたいな。どうですかどうしようかなっていうのは、あのね、はい、ブログはどうなん、はい、って思うわけですよ今、はい、今ね、はい、いやほらいろいろあるじゃないですか。まあありますね、今未だに。そうで俺がやった時はブログだったってだけの話で、うん、今じゃブログやって同じようになるかって言ったら 99% なんねえっすよ。いやだから要はそれは僕が補足動画でいくらでも作れるんで、要はその人と違う考え方どういうふうにやってたのかって、だから要は別にそれが Facebook でも YouTube でも何でもいいわけじゃないですか、うん、だからその本質の部分なんですよ。あ、そこ？そうだからそこをチョコさんの見解が講義として欲しいわけです、うん、なるほど、はい、ツイキャス見てくださいあ、そういうことじゃないの。いやだからチョコさんからの発端じゃないですか。じゃだってなんかさ、画面に出してやってもらわなきゃ困りますとか言われるからさ出す資料ないしさドリアカマークでいいじゃないですか、それじゃダメですよ、変わんないじゃないですかって言われるしさあ、じゃあ分かりました、これだったらできません。じゃあ分かりました、僕がインタビューしていくんで、うん、それで対談形式だったら喋れません。あ、それならいいですよ。それだったらいいでしょ。それだったら今だろ。え今ですかちょっと気分落ち着けて今のノリはちょっと無料のこのあれなんで、いや今ちゃんと喋りますよ別に。いやだって入りがもうなんかもうぐちゃぐちゃじゃないですかその入りを踏まえた体で、だから入り口をちゃんと、うん、今回はみたいな感じでちゃんと入らないと、うん、お客さんにね有料で僕はね、いやお客さん多分そこそんなに望んでないと思いますよ。いやそれ形も一応大事じゃないですか。いやだってもう買ってるわけでしょ。いやだからそこ行きましょうよ。でみんなそんな感じで言ったわけでしょあどうもみたいな。いやだから今回は
感じでやってるわけでしょ。いやでもだからだけど絶対ファンキー山田さんどうもーで始まってるよ。いやいや始まっ有料商品有料商品は始まってない。有料商品は始まってない。ああそうなんだ。僕も有料のやつはドームから始まってないですよ。そう、はい、だからそこはやっぱ無料と有料分けないとちゃんと対談。えどうする、うち有料でもこんなじゃん。はい頑張ります。だそこはだからあのお願いしますよ。だってセミナーだからこの前1年か2年前、うん、セミナー一緒にやった時、うん、なんか僕どう思うみたいに入ってないじゃないですか。いや入ってたよ。いや入ってない。いや初めはなんかあはいみたいな、どうもでん方がまだ良かったんじゃないって思うぐらい。いやチョコさんもめっちゃ真面目な質問真面目な、うん、あの話をしてたじゃないですか。だからそれはセミナーですもん。でしょ、うん、でしょ、うん、で動画でしょ。なんやっぱほら見られたらちょっとちゃんとしないといけないけどさ、声だけじゃん。えじゃあもうじゃあビデオカメラでチョコさんの顔出ししてそれやりますよ。一般公開します。やった瞬間に殺しますよ。だって顔見られてればちゃんとやるんですよね。そういう問題じゃない。いやめちゃめちゃちゃんと話してる。そういう問題じゃない。ちゃんと話しますよ別に。うん、今だけどセミナーもこんな感じじゃないですか。いやだけど今一瞬そうだと思ったでしょ。いやだけどちゃんとこういうあるじゃないですか。えなんでどういう内容がいいんですで話すんですか。だそれは僕の方でインタビューしていくんで、はい、だそこは掘っていきましょう。だからまあ本当にねドリームアカデミー安生の方でもうあでもねうちにもお問い合わせ来てんすよ。そういえばだからじゃダメってことじゃないですか。いやじゃあうちにもねお問い合わせが来てるんですわ。どういうことですか。僕もやりますよちゃんと。はい、僕もちゃんとこれはやります、はい、じゃあちゃんとやりましょうよ、はい、100時間ライブはどうなってるんですかっていうのがすげえ来るんですよ。今年はどうなってるんですか、24時間ですか100時間ですかっていうのが来るんですけど、でそんな問い合わせが来てる時になんか誰かさんが Facebook で2年前の100時間あげたんですよ。じゃあやるんですかっていうのがちょいちょい来るんですけど、あれこれ僕はやらされるけどあなた方はやらないのかな。いやちょっと待ってください。それは100時間ライブの中に対談すればいいんじゃない。で、それをちゃんとこの動画も撮るけども。いや、ちょ、長さん、この発端は誰がつけたんですか。いや、この発端は僕がつけましたけど。でしょ。だけど、100時間ライブの問い合わせの発端をつけたのは、誰かがフィードで2年前の100時間っていう、あたかもやるんですかみたいな前振りを上げるからいけないんですよ。いやいや、それは Facebook。だけど、俺も思います。さすがに100時間はやりすぎ。うん。24時間はやれんでしょう。じゃあ分かりました。あのですね、これはあのコミットメントします。20時間ライブやりましょう。それ自分の動画でしょ。そうそうなんです。20時間やるなら4時間プラスせいやっていう話ですよ。けどね前にねもうね多分ね吉谷さんもね忘れてると思うんですけど、はい、100時間やるとかやりますか。いややんないですって言って、はい、24時間ならいいんですかって言ったら、24時間ならって一回言いましたからね。言ったっけ。言いましたよ。100時間やるぐらいなら、まあ確かに24時間ならまあ。それはなんか100時間と24時間だけど24時間じゃないですか。やるとは言いましたよ。したら、4ヶ月前にやりましょうかって言ったのも、それはその時じゃないですかって言われたらどうするんですか。いやでも、チョコさん、いやいやいや、これさ、大人げないじゃないですか、ちょっと。いや、大人げないじゃん。これは、確かに吉谷さんのアカデミアの民意の声を反映します。確かに。ね、やれと、なんかいつやるんですかって言われたから、やらなきゃいけない。それはわかる。だからやる。うちの民意の声はどうしてくれるんですか。大人げないなぁ。ね、酒井さん。それ間違いなく俺にも飛び火してるよ。そうだよ。まだいいじゃないですか、二人だし。俺、対談一人だよ。いやいや僕もこうインタビュアーだけど喋んの俺じゃないですか。いや僕も喋りますよ。インタビューするだけでしょ。いやちょっとどうせその24時間また俺巻き添え食うんでしょ。いやこうだけど今回は大雨の中横殴りの風のところに立ってなくていいからいいですけどね。いやそれは俺悪くないよ。それはケンちゃんが寝ないって言ったからですよ。ねえこれはねそれは俺は寝るよって言ったあの時うん知ってる知ってる。100歩譲って吉谷さんはいいとしてもピンポン押してないですよっていや押しましたけどっていう、ね、何のためのインターホンですかこの2人って思いますよね。もっと言いましょうか。今日だってそうですよ。俺が朝来たらさちょそこで寝てて通れないからこうまたいだのじゃあ向かって起きてきて吉谷さんも夜ですよって言ったらええええええ
はぁみたいな。だけども、はい、ちゃんと対談はしますよ、うん、ありがとうございます、うん、だけど24時間どうするんですか、僕なんて言えばいいんですか24時間ですか、このね、YouTuber のヒカルくんが炎上し、24時間テレビも炎上した中、炎上しない24時間をやらないんですか、炎上しない人たちがまあそうだったらね、やらないならやらないでいいですけど、いや、いいです、わかりました、じゃあ24時間やります、よし、いつやる、いや、じゃあいつ、じゃあちょっと待ってください、日程も僕もありますので、うん、ちょっと今、もう日程じゃ決めましょう、この対談で、わかりました、よし、今週末の土曜日ね、ちょっと待ってねだってバーベキュー入ってる、今週末ダメでしょ、なんで バーベキューバーベキューの上でやればいいじゃないわかりました、じゃあ土曜日行きましょうか、うん、だって土曜日の昼間から朝から始めて、うん、翌日の朝に終わってバーベキュー行けばいいんだ、土曜日バーベキューでしょ、あ、じゃあ夜だから関係ないじゃん、バーベキュー会場から始めて、違うよ、だってそんなに遅くまでだ、ツイキャス開始時間に始めればいいでしょ、いやでもバーベキューの終わった後うるさい、打ち合わせじゃあバーベキュー終わった後に打ち合わせはないですよ、29日の、はい、あのパーティーの後に打ち合わせが入ってて、はいはい、で土曜日バーベキューじゃないですか、はい、で夜10時からツイキャスでしょ、はい、そこから翌10時までやればいいんでしょ、おー、OK です、ツイキャスが22時から、あの打ち合わせは明日だからね、うん、分かった、じゃあ9月2日の土曜日のツイキャスの開始と同時に24時間、そうそうそう24時間、はい、で翌夜10時までやればいいんでしょ、で24時間ぴったりじゃないですか、はい、納得いかねえってじゃあ分かりました、じゃあ僕はじゃあそれもうやるってコミットメントしますよ、うん、じゃあチョコさんもやってくださいよ、うん、何を、えだからそのコンテンツ提供ですよ、だから対談取るんでしょ、うん、今取ろう、うん、だそれお願いします、全然もう速攻終わるから、いやいやいやだって1時間ぐらい喋れば1時間ぐらい喋るんでしょ、そう真面目にお願いします、うん、マジでなんか普段真面目じゃないみたいな、俺結構吉谷さんの動画は真面目に喋ってるよちゃんとした時は、ちょっとだ今のノリは真面目なことも言ってるかもしれないけれども真面目じゃない風ノリからちょいちょいじゃないですか、だってセミナーもあんまり真面目な内風からちょいちょいまともなこと言ってるセミナーでしか喋ってないよそんなになんかあどうもみたいな感じで喋ったことないっすよ、いやでも結構チョコさんセミナーの中あのこんにちはみたいな感じで、いやそれはいいけどそれドア玉だけで大体中はこんな感じよ、うん、それでいいんでしょ、まあとりあえずじゃ あのちゃんと質問でしょ、うん、に対して答えればいいんでしょ、そうですね、うん、お願いします、大丈夫です、はい、じゃあそれはじゃあまあお互いにコミットメントということで、うん、じゃあ今日もじゃあこれ作ると、うん、作りましょう、じゃあお願いしますよ、じゃあチョコさんがなぜブログがきっかけで2000万いったのかっていう、そのどういう考えで当時やってたのかっていう、でその後どういうふうにやってったのかっていうのをもうちょっと掘り下げて僕の方も聞いてきますんで、うん、でどういう考え方でやっていかないといけないか、ちなみにさ問い合わせが来た人っていうのは何人いるわけ、その4人ぐらいですね、3、4人、その人はじゃあどこの人なの、どこの人ってどういうことですか、どこに住んでる方々なの、どこに住んでる、東京とか関東じゃないの、いや関東の人見てると思いますけど、場所住所まで僕取ってないんで分かんないです、だ今やってるのは名前とアドレスしか僕分かんないんで、あなるほど、じゃあ聞こう、その人がどこに住んでるか、でそこ重要ですか、そこ重要、なんで、いや関東の人ならさ、うん、別に直接会うよ、プラスじゃあ、うん、なるほど、わざわざなんて聞きたいんですけどって言ってくれてるなら、うん、いや動画撮るよちゃんと、いやだから、まあ、その人が求めてるのは一応コンテンツ提供するって言っといて、コンテンツがまだ提供されてないから、うん、そこに対して、じゃあお前俺の代わりに喋る、いやお前の代わり大丈夫だよ、コンテンツが入ってる大丈夫だいやだからもうだってこれなんか発表したのが本当4月12日じゃないですか、だけど多分ねその間にちょいちょいね1年ぐらいかかるかなとかって言ってた気がするやりましょう、はい、じゃあ分かりました、じゃあ9月2日24時間ライブ決定、桜ふぶ、うんうん、あとあれですよ、吉谷さん自腹で景品買ってきてくださいね、え何がですか、どういうことですか、うん、
いや、24時間ライブやりますけれども、うん、24時間ライブイコール抽選やるよっていう話じゃん。どういうことですか。ねえ、お前そういう時だけうんって言われない。いや、まあ、別にそこに関しては俺ガヤガヤしてあと回す係だから。いや違うよ。ん、何を言ってるの。何、君が用意するんだよ。なんだと。だってさ、酒井さんの放送でって前回も出てたわけじゃん、酒井さん、あのね、大抽選会、うん、いやそれはその大、じゃあ聞いて、はい、ね、はい、それこっちの話、はい、出てたわけじゃん、はい、それさ、酒井さんがお金出すべきじゃない。あ、まあ、その酒井さんの大抽選会でって前回もなってたわけですよ。ああ、なるほど。ってことは酒井さんがお金出す。まあまあ酒井さんのツイキャスですからね。ですよね、うんうん、なのにお金僕、うん、おかしくない。まあそれはまあ、うん、何とも言えない部分もありますけど。実際俺が選んだ商品迷惑がられてるから。そう。さあどうするかって考えた。まあなんかくれるんでしょう。どうしようかな。じゃあまあそう言われればなんか考えますよね。はい、なんか考えます。それはまさかね、そんなね、数百円数千のものが出てくるのね。なまあなんかちょっと考えてます。じゃあプレゼントね、酒井さん迷惑がられてるかな。まあプレゼントはまあだからいいよ、金だけくれれば俺買ってくるから。いや僕は思うんですけど、そのなんだろう、まあそのど、まあそのなんか話がもう、でもだって俺のはこの後に撮るっていう話で決まったわけでしょ。うんうん、だけど、うん、またなんかそのいきなりなんかその24時間が出てきたわけじゃないですか。うん、1個も2個も一緒じゃん。うん、であのまあ、僕の、うん、あの見ていただいてる方は、うん、まあ、確かにプレゼントは欲しいんですけど、うん、プレゼントもらってもお金生み出せないじゃないですか。なんで？いや、なんでって。それはあげる側がお金を生み出せるプレゼントをあげればいいんでしょ。うん、だからちょっと僕はそっちの、あの僕いろいろ持ってますから、うん、それをまあちょっとご提供、いろいろ考えますよ。うんうん、だって物が欲しいよね。形あるものが欲しいよね。いや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 。いやいや、だってその物もらってもお金生み出せないじゃないですか。メールカリメールカリって無欲。まあまあ確かにね、確かに、まあ無料もうね、こんなね手っ取り早いね、稼ぎ方ない。確かにね、無料でもらってね。そうそうそう、出せばね、利益 100% 利益 100% ね。確かにね、 それをやるかやらないかです。なるほど。まあまあまあ、じゃあプレゼントに関してはちょっと、まあ酒井さんとですね、ちょっとこの間ね、うん、それとね、すごいプレゼントをあげた人がいてね、はい、とある人の誕生日の動画をね、はい、見てたわけさよ、はい、じゃあね、これなんだろうってアプローチみたいなケースが出てきたわけです。パカー開けたら、はい、本体入ってないんですよ、はいはいはい、箱と充電器だけ入ってて、はい、中身がないっていう誕生日プレゼントを吉谷パパがあげてました。マジですか。ちょっとちょっと、あの今、これは何、中身がないんだけどって。で、充電器と取説と箱だけって、中身があの溶けると。マジですか。中身が入ってないっていう。そう、さすが親子って。いやー、なんか僕全く見てないんで。あのね、もらった側も衝撃を受けた。あのリアルに、これどういうこと。あのスポンジに時計の形だけの穴が開いたもの。なるほど、まあそうそう、同じ DNA です。そうだから、はい、ね、カプセルビジネスは成立するんだ。なるほどね。よかったね、じゃあ24時間で。はい、じゃあ24時間何しますかね。まあちょっとそれは考えましょう。ね、走るんでしょ。俺が、うん、俺が、いやどっちでもいいけど。何キロてか走りたがりそうな人いるけどね。いやいや、もしくは24時間ずっと使われていない、それやるか。24時間使われてない。24時間はだこは。辛い、腰行く、腰行く。なるほど、まあそこはちょっと24時間ライブに関してはちょっと揉みますので、まあこの
この音声の趣旨は、トコさんが、まあ、いいよ。はい。じゃあ、まあ、今日、じゃあ、作れると。いいよ。ということですね。うん。はい。お願いします。はい。はい。では、ちょっといろいろと、いろいろありましたけど、今日作りますので、どういうふうに、チョコさんが、ブログ、ね、ブログから今の人生になったのか、こうた、変わったのか、それについてインタビューしていきますので、本当に熟成さんの方でですね、待ち望んでた方、まあちょっと音声の、対談のご提供とはなりますけれども、まあ、ちょっとご了承いただければなと思います。ただ、まあ、その講義聞いていただければ、まあ、その何か、新しいヒントだったりとか、人にはない考え方とか、結構面白い。僕は、チョコさんの話を聞いてるので、すごく、ああ、なるほど、そういう考え方でやってたんだな、っていうのはわかるんですけど、まあ、チョコさんを知らない方だったりとか、知らない方に関しては、多分わかんないんで、なんで、全くゼロの、その、まあ、チョコさんのこと知ってる人だったらあれですけど、なんだ、家賃滞納。借金やわ、借金やわ、まあ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 。あったけども。まあまあ。まあ、家賃滞納して、そのチョコスティックパンをかじってたと。で、水道も、ポリタンクにね、水をこう、汲んでたと。その状況下から今に至ってるっていうのは、普通じゃないわけですよ。普通じゃないですね。だからそこには何かあったわけですね。で、そこの何かに関しては僕は知ってるんですけど、知らない方もいらっしゃると思うんで、一応対談の方でいろいろと揉んでお話を聞いていきたいなと思います。はい。ということで、終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。